こんにちは。Amazonサポーター、堀秀です。今日は Amazon 室の魅力、その中でね、自分の好きなだけ稼げる、好きな時間だけ働けるというのについてね、ちょっと昨日、会員さんとスカイプ相談していて、印象深い、セリフを聞いた、あるいはね、そういえば、もしかしてということがあったんでね、それについてシェアしたいと思います。Amazon 室を覚えると、3つの自由が手に入ります。1つ、夫や会社に頼らず、自力で稼げる自由。これなんで夫が出てくるかってことはね、今回のテーマじゃないんでさておきますけど、専業主婦の方でも稼げるというようなことがあります。そして2番目、マイペースで好きな時に好きなだけ稼ぐ自由。そして3つ目、生涯できる仕事なので定年も自由ということなんですけどね。昨日スカイプしていて、もっと売り上げを増やしたいと、利益も増やしたいということでね、会員さんとお話をしていて、いくつかの方法があるんで提案させてもらいました。そしたらね、今やってることをプラスしてそれはできないという話で、そうですかと、今どれぐらい働いてますかという話をしたらね、1日3時間ぐらいですということなんですけど、3時間以上、働けないと。で、一般的には何贅沢言ってんだという感じなんでしょうけど、私、そういえばね、以前もそれ、1日3時間以上働けないっていうセリフを聞いたことありまして、これ別な会員なんですけど、アメリカ Amazon で月間3万ドルを突破した会員さんが、1日3時間以上働けないと。なぜなら、モチベーションが湧きません。働くよりゲームしてた方が全然楽しいし、自分はね、無駄遣いするタイプじゃないんで、今の収入で十分お金は余って、溜まってきますということでね、十分なお金があってね、どんどん溜まっていくんだったらそれ以上は働きたくないというような、これ非常に自然な人間の姿だと思いますんで、いいんじゃないでしょうかという話をしたことがあります。これは何年も前ですけどね。そして昨日、今度オーストラリア Amazon で月間2万ドルを突破した会社が全く同じことを言っていたと。これ3時間で贅沢だうんぬんということではなくて、会社勤めをしてた頃はね、1日8時間なり9時間、人によっては10時間働いて、プラス12、通勤時間片道1時間だとしたら2時間、1日12時間、あるいは短くても10時間仕事のために拘束されて、全然カツカツでね、貯金とか贅沢するってことはままならなかったと。嫌な上司の話を聞いて、満員電車乗ってそのありさまと。ところが、オーストラリア Amazon を始めたら、あるいは Amazon 輸出を始めたら、1日3時間で、その会社員自体の給料より稼げるようになっていると。しかもこれ何年もかかってません。実際本格的にやり始めてね、1年もかかってないです。このアメリカ、アマゾンでそれ以上働きたくないといった会員さんがね、売上100万円を突破したのは、初めて2ヶ月目か3ヶ月目でした。そんだけね、目覚ましいスピードで稼げると。しかも3時間働いて済んじゃうというね、副業というかもうこれ、本業より稼げてるんで、仕事と言いましょうか。仕事もなかなかないと、いうことが言えます。世の中いろんなね、こうやれば稼げますとか、投資がいいですとか、アフィリエイトがいいですとか、アドセンスがいいですとか、あるいはこれは言いますけど、やっぱり一番シンプルな、何千年も前からあるビジネスっていうのは、物を売ると。安いところから高いところに、商品を動かして物を売るというのはね、もう昔からある王道のビジネスです。そして今、物価の安い日本から、物価の高いオーストラリアに物を動かすというのはもう千載一遇のチャンスが来てるんでね、そういえば自分も1日3時間働きゃ十分な、仕事なんてあるなら、いいなというね、憧れがあるんでしたら、まずは今、マニュアルをお手頃な金額でご紹介してますんで、こちらのね、ページの一番下、あるいは動画だったらね、動画の説明欄から、動画の説明欄の URL をクリックする、あるいはページのここをクリックして、Amazon 室マニュアルの申し込みページを見てください。定価 29,800 円で、販売する。今作成中のマニュアル、はるかに安いモニター価格で販売しています。まずそれをご覧になって、Amazon 輸出の可能性、始めるならどういうことに注意が必要か、その辺をチェックしてみてください。日本に住んでいるなら Amazon 輸出で稼がないと大損です。Amazon 非サポーター、堀秀夫でした。